はい、どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。鳥取ジャズのね、10周年、ね、おめでとうございます。鳥取10年目なんですけど、今年は来るなと言われてしまいました。兵庫県の人間は来るなと。それは冗談ですけども、とりあえず、今年は、みんなほとんど来ずに、ウェブ配信になるということになってしまいましたので、今日はですね、今日はあの8月です、まだ8月ですけど、8月の24日、神戸の元町にありますね、私がここのところをもう毎日のように来ているという美人おかみのお店なんですけどね、それのために来てるんちゃうかとか、ね、いやー、皆さんね、思いましたよありますけども、おばんざ、玄米ご飯とおばんざいの店ミキさんの方から、ね、お送りしたいなと思います、はい、ということで、メンバーを紹介しております、ドラミトンというユニットで年に1回だけね、鳥取ジャズで組んで、それ以外では、まあ、セッションとかでお会いしたりとかしてやるんですけど、きちっとやるのはその、鳥取ジャズだけというね。彼女は鳥取出身で、で私がほぼ鳥取の出身で去年までもほとんど月に7、8回、去年ぐらいですね、月に7、8回鳥取行ってました。ね、ということで鳥取ジャズにはすごく思い入れがありまして、今鳥取ジャズの実行委員会にも入って実行委員になっております、ね、何もしてませんけど賑やかしをやっております。さあ、ということで、楽しくですね、今日は行きたいと思います。手拍子足拍子してもらって結構ですし、足拍子ってなんですね、足踏み鳴らしてもらっても結構ですし、帰れ帰れの違うでしょ、それ違いますけどね、言っていただいたらいいと思います、いろんな曲をやらせていただきたいと思います。楽しんで帰ってください。じゃあ、ドラミトンです、よろしくお願いしますということで1曲目は、スティービーワンダーの曲ですね。このクロマティックハーモニカっていうのは実はスティービーワンダーが吹いてるハーモニカなんですけど、彼の曲で、車の曲ですね、可愛い愛車っていうね、嘘ですよ、嘘ですよ、可愛い愛車っていう、愛車さんっていう娘さんのことですよね、失礼しましたということで、Isn't She Lovely をいきたいと思います。よろしくお願いします。
あのここのところ私がやってるライブでは必ずだいたいこの曲とあと2曲、常にやる曲っていうか、小さいハーモニカを確か持ってると思うんですけど、ね、どっかに車の中かなあのちっちゃいハーモニカがあってそれであのこの曲はやったりするんですけど、どうからどうまでしか出ないやつですよね。まあ、今日はこれでやらせてもらいます。明るい表通りでという曲です。聴いてください。
ニーサイドブスストリートというね、なんか明るい気持ちになっていただけましたでしょうか、ね、私は最後ちょっと危ないなと思ってハイハを、いきたいと思います。バースはなしでいきましょうか。はい、そう始まりました。Thank you.
さん。ちょっとですね。ローズ言っていいですか。あ、いいですよ。このローズっていう曲は多分聴いたら知ってはる、ジブリの、あ、これなんで使ってたかな、あの人が歌ってますよね、演歌歌手、パンコ椿は恋のある、宮古晴美さんが日本語で歌ってますね、ローズ、あの日本語のバージョンがあります。私もつい最近知ったんですよね、偉そうに、もうすごい前から知ってるかのように言ってますけど、思い出ボロボロでしたっけ、何でしたっけ。いや私全然知らない。そうなんですよ、私もね、実はね、あのジブリってほとんど見たことないですあの隣のトトロって最初から最後まで見たことないですよ。えぇ、ー、えぇ、ー、そうよ、もうえぇ、ー、ちゃーちゃーちゃあれってメイちゃんが、猫バスが見えるのは実は死ぬ前から。いやいやいや、もうそれ言い出した、それ言い出した、失礼しました、忘れてください。ね、魔女の宅急便をね、魔女が宅急便を持ってくるというそういう話ですね。いやいや違うんですよ、ブーブーでしたね。せがされてる、どこだったか分からなくて、thank you.
よろしくお願いします。さあ、何やかんや言うとね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、歌っていただきまして、ボーカルでした。ありがとうございます。マイク、マイク、すみません。いえいえ、マイクを用意してくれることですね。ありがとうございます。すごい、難しい。いえいえ、ありがとうございます。ありがとうございます。よかったですね。ね、なんかね。一体感が、みんな、そうそうそう、すごい一体感。みんな歌え。やっぱりそういうことですね。みたいな。めっちゃ良かった。良かったですね。ありがとうございます。はい。そしたら、ちょっと待ってください。次一曲ちょっと新曲と言いますか。私が次一曲と新曲と言いますか。私がドラミちゃんとやってみたいなと思ってた曲がですねありまして、どっち行こうかな。どっち行こうかな。あのオブリビオンっていうのと過ぎ去りし永遠の日々っていう、過ぎ去りし永遠の日々いきましょうか。はい。この曲はあの聴いたら多分知ってるわっていう感じの曲なんですが、コバさん、あのアコーディオン弾きますよね。アコーディオンのコバさんっていう方が作った曲だったと思います。でこの曲、まあ、アコーディオンというのはこのハーモニカと兄弟といいますか姉妹なんですけどね、鍵盤ハーモニカとこれと、アコーディオンとあと、バンドネオンとかあの辺は全部姉妹楽器なんですけど、リードっていうやつがブルブルブルって吹けるんですけど、それを口で吹いてるか、鍵盤ハーモニカはあのこれは穴をそれぞれ吹かないとなんですけど、あれは吹いて吹く。で、あのアコーディオンは風を送って押し出してって言います。全部一応一緒なんですけど、ですからよく似た感じの、曲調といいますか、曲調のやつは大体合うんですけどね。ただあのアコーディオンの曲って難しいのが多いですよ。うん、だからこれはちょっとあの本当はめっちゃ難しい曲なんですが、まあこの程度にならできるなっていう程度でやらせてもらいたいと思います。どの程度なの？はい。はい。では、過ぎ去りし永遠の日々という曲でいきたいと思います。
てるんですけど、あの調べるつもりは全くないので、他の人に対応のかなと思ってね。多分テレビでなんかで使ってたと、だと思います。この曲がずっとやりたくて、アメリカ生まれアメリカ育ちでですね、いつもこの話をするとええとか言われるんですけど、アメリカ生まれアメリカ育ちね。ですからちょっとアメリカの曲をやっとかなあかんなということで。ジョージア・オン・マイ・マインドという曲をですねやろうかなと思っているわけです。で、あのアメリカ生まれアメリカ育ちですけど、じゃあどこで生まれてどこで育ったっていう話があるんですけど、マサチューセッツって知ってます？マサチューセッツステイトっていうね、あのマサチューセッツ工科大学がある、あそこの隣にですね大阪府セッツシティっていうところがあるんですよ。大阪府摂シティっていうところでですね生まれて育ちまして、全くアメリカ関係ないやんっていうのはね、まあ、ということで、まあ以下ということでいきたいと思います。ジョージア・オン・マイ・マインドという曲、これはジョージア州の州歌にもなってますね。ね、ではいきたいと思います。よろしくお願いします。Thank you.
ありがとうございます。青木屋の西垣トラン。ジョージアンマイマインドというね、摂津州ね、摂津州のね、マサチューセッツ州のね、摂津、まあね、マサチューセッツ、もうこれ毎回やってるんですけど、もう何回言ってるにもかかわらず、もう本当に受ける人には受けていただいて、もうこれをやらないとなんか自分の中では今日ライブしたっていう感じがなくなるのでね。今日はなんかライブやったっていう感じですね。ありがとうございます。よかった。最初になりました。はい、 OK です。いきます、はい、せーの。ありがとうございます。今日は本当に、ね、お客様ですね、やっぱり この状況ですからね、まあ、絶対来いとかでも言えなかったので、人数が少なくてどうなるかなとも思ってたんですけども、ことの方がこう、ね、来ていただいて、で盛り上げていただきまして本当にありがとうございます。お客様がこうやって本当に盛り上がっていただくとすっごいやりやすいんです。気持ちとしてね、やりやすいし、本当にずっとじーっと見られるともうどうしようかなと思うんですけど、なんかこう楽しそうにねしてくださるっていうのはすごくありがたい。そうそうそう、それはもう本当に楽しくてありがとうございます。ということで最後の曲はですね、まあ、よく若い方も知ってますねって言って言うんですけども、その若い方たちはもうだいぶ年を取ってですね、そうなんですよもうそんな若くないやんっていう、
エヴァンゲリオンでも使われてました、フライミートゥザムーンっていう、私を月に連れてってよっていうね、無茶ぶりですよね、そんなもん連れて行けるわけないやないかみたいなね、曲で今日は終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。また皆さんとお会いできることを楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。私もやりますし、彼女はねもう本当に毎日そこらじゅうでやってますので、大阪からあの神戸あの本当にいろんなところでやってますんで、また見に行っていただければ、ぜひぜひ、はい、お願いします。あの聞いていただけ、私があのちゃんとご案内しますので、はい、私もちょこちょことやってますので、もしよかったら来てやってください。どうもありがとうございました。